皆様ごきげんよう。はい、第4回馬券王決定戦の第2戦エリザベス女王杯が終わりました。急に寒いですね。ほんまにもうちょっと答えますわこれはね。本当にまあそんな中ですね、先週日曜日第4回馬券王決定戦第2戦エリザベス女王杯が終了したということでですね、その結果報告動画となります。まあ、まずねもうサクッといきます。第2戦を終えての順位ドン。4位タイが、ガチのネットこうちゃん、国尾さん、吉村ファミリー吉村パパさん、ラッキーさん、チャイルドフットつとむということで、この、5名はですね1戦2戦ともに的中ならずということで回収率 0% となっておりますので、4位タイですね。はい、こちらの皆さんまだ当たっておりません。第3戦ジャパンカップに期待ということで、はい。そして第1戦ないし第2戦でですね的中しているのがこの上位3人になります。その上位3人はこちらドン。第3位、チャイルドフットカズキ、天皇賞外れて、エリザベス女王杯、3連服500円当たりましたんで 29.1 倍ということで、1万4000円少しと払い戻しがありましたんで回収率が2000合計 72.7%、そして、第2位、ガチュラットユウくん、こちらは天皇賞が的中、3連単的中してエリザベス女王杯は的中しませんでしたので回収率が 290%。 そして暫定1位僕やっとです、イエーイ。ということで、僕なんですが天皇賞秋、そしてエリザベス女王杯ともに3連単的中ということで、はい、ありがとうございます。まあエリザベス女王杯は1着3着ブレイディーベーグやったかな、もう名前をちょっと最近覚えれなくて、あのルメールの勝ち馬ねと3着のハーパー、二頭軸マルチの総流しということで、2着がね、ルージュエバイユかなやったかな、ちょっと名前覚えられん1番2番3番で決まったということで、はい、この3連単の9700円ぐらいやったかな、うん、それが当たったんで、まあ、7600円使ったの9700円ということで、まあ、回収率は天皇賞終わった時点の 580% からは落ちましたけど、まあ376% ということで、はい、その回収率になっていますので現在僕が首位です。はい、で残りがですね、ここにも書いてます通り、次戦が11月26日のジャパンカップ、そして最終戦が12月24日クリスマスイブに行われる有馬記念ということで、はい、残り2戦なんで、まあ、前半戦が終了って感じですね。はい、まあ、前半戦終了してね僕がまあ首位に2戦2勝なんでね、まあ、それは首位ですよ。はい、まあね、まあ、まあ、こんなもんやろうと、はい、今回は本当にね、まあ、優勝したいなと本当に思ってるんで、まあ今までねちょっと穴狙いばっかり行き過ぎたのをですね、まあ、ちょっと素直に今回は勝ってみようかなということで、はい、2戦とも勝ったらですね、まあ、2戦2勝ということで、はい、まあ、第3戦第4戦ジャパンカップ有馬記念はですねどういう買い方にするか、これが僕のキーポイントじゃないかなと思います。はい、でまあ、ユウくんもねエリザベス女王杯がね一番人気飛ばした買い方だったんで、まあ、これはもう仕方がないなと思います。まあ初戦のね天皇賞の貯金があるんで、まあ、2戦目は別にね良かったんかなっていう、はい、感じの買い方でした。一発もうでかいのを狙ってやろうみたいなね、はい、風に思ったんで、はい、良かったな、まあまあ僕的には良かったなと、はい、まあ、ゆうくんはねちょっとまあ第3戦第4戦どんな買い方してくるか分かりませんが、まあ、楽しみにしたいと思います。そして第3位がですね、まあまあ檻の帝王ですか。まあね今回ね、まあ和樹、まあ、なんとかね、まあ、当ててはきましたが、まだ言ってもね、回収率 72% 台ですよ。まあでもね彼のことなんで、まあ、今回当たったのをいいことにですね、まあ、またね何かしらジャパンカップに向けてね、まあ、言ってくるんかなと思いますけど、まあまあ和樹お前がこうやって煽りとかなできるの
感謝しろよ。お前ほんと感謝しろよ、うん、それだけや俺が言いたいのは、うん、まあ頑張れよ。第3戦もこんだけ煽ってきとないからな。ジャパンカップも当てて最終有馬記念で俺とデッドヒートの叩き合い、これこそ叩き合いやできるように、まあせいぜい頑張れな。まあそんな感じでですね、はい、あんだけね僕も煽られてるんで、まあ黙ってはおれないんですけども、まあね、でもね、ああいう煽り方してまでね、まあなんか相手してもまあ仕方がないかなと、はい、思うんで、まあ実際ね、力の差はね今のところまだ歴然としてるんで、はい、まあ、そうですね、このまままあ僕が優勝するのが必然かなと、はい、思ってます。まあ、これね本当にレース前日ないしは当日の早朝とかにですね予想を解明上げてるんで、まあ、これも嘘偽りありませんので、はい、まあね、これがまあ真の実力かなと思います。はい、まあ、そんな感じでですね、次戦は、11月26日のジャパンカップということで、まあそのねジャパンカップの、登録馬、これが、出てまして、最終的にですね19と、まあ、どっか貼っておきます、この辺かな、貼っときます。ジャパンカップ登録馬、サクッといきます。イクイノックス、インプレス、ウィンエアフォルク、ベラーズール、エヒト、湘南バシット、スタッドリー、スターズオンアース、タイトルホルダー、ダノンベルーガ、ディープボンド、帝王ロイヤル、ドウデュース、トラストケンシン、パンサラッサ、フォワードアゲイン、リバティアイランドで、地方馬がクリノ、女神エース、チェスナットコートで、外国馬がイレジン、コンティニュアスということで、はい、この以上19頭になってます。ただね、ジャパンカップってね、多分ね、これね、まあ、登録だけの馬もいるかもしれませんし、まあ、出てきたとしても、まあ、相手にならない馬が結構ここは入ってます。まあ、今すいません、僕の個人的見解です、個人的見解で、まあいらんだろうという馬が何頭かいますので、まあそちらをちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、まずウィンエアフォルクですね。これは藤田七子ジョッキーを乗せるために登録してきたんじゃないかって言われてます。はい、ちなみにこの馬はまだオープンでもなく3勝クラスの馬なんで、まあ相手にはまあなりようがないかなと思います。で、続きましては、まあ、エヒトですね。まあ、小倉記念は勝ってますが、まあ、あとは重賞勝ちは、あと七夕賞か、勝ってるんですけど、まあ、まあ、いずれにしても、中山の AJCC でも好走しているようにですね、どちらかというと、やっぱ小回り向きの、大箱のこの東京は向かないんじゃないかなと、はい、思って、まあ、ほぼほぼいらないんじゃないかなと、個人的には思ってます。わかりませんけどね。で、続きましては、まあ、湘南バシットもですね、まあ、若葉ステークス勝って皐月賞は5着なんですけど、まあ、ダービー16着の菊花賞11着ということで、まあ、ここはもうちょっと家賃が高すぎるんじゃないかなと、はい、個人的には思ってます。で、スタッドリーですね、これシルクレーシングの、僕らが、ね、お世話になっているシルクレーシングの馬なんですが、まあ、まだね重賞すらも勝ってないと、まあ、ここに入ればさすがに無理だろうということで、はい、前走でもオープン特別ケフェウスステークス、これここでですね、まあ、2着なんですけど、これがね1着がなんとこれまたシルクのエピファニーだったということで、はい、シルクシルクでね親子丼で決まったんですけど、まあでもねここに入るとちょっとだいぶ難しいかなと思います。続きましてはテオロイヤルですね。こちらはですね、まあ 先々週かな、アルゼンチン共和国杯出てきて、これが約1年ぶりの競馬ということで、はい、まあ、10着に敗れているのと、まあ、勝って重賞勝ち1勝あるんですけど、ダイヤモンドステークスということで、まあ、その後天皇賞春で、3着したように、まあ、長丁場、まあ、来年の天皇賞春に合わせてきてるんじゃないかなと思います。で、この天皇賞春、去年の天皇賞春ですよ、去年の天皇賞春も3着なんですけど、これ1着からはですね 1.2 秒離されてるんで、タイトルホルダーからね、まあちょっとまあしんどいかなと、この馬も思ってます。続きましてトラスト健診ですね。こちらもですね、もうかれこれ8歳ですよ。で、前走がですね、今年のダイヤモンドステークス11着で、去年もジャパンカップ出てきて13着ということで、で、重賞勝ちはございません。東京コースもですね、連帯っていう2着ですね、勝ちはまだまだ
先なんですけど、連帯っていう意味でも2019年の10月なんで4年前です、はい、東京コース、はい、東京コースが向いてるとも思えません。で勝ちとなるとですね2019年の4月まで、遡らないといけないんで、この馬はもう、まあ、いらないだろうと思います。そしてパルサラッサ、こちらですね、まあ今年のサウジカップ、これは見事な、勝利ということで、まあね、多額の賞金をゲットして、その後ドバイワールドカップで10着もう軽人体炎かなんかだったんでしんどいかなと思います。そしてまあフォワードアゲインですね、こちらもですね前走先ほどのスタッドリーの、2着になったキャフェウスステークス、これ6着です。でこの馬もいまだにですね、重賞すらも勝ってませんので、まあさすがに厳しいかなと思います。はい、でまあ地方馬の国の女神エースチェスナットコート、こちらはまあほぼほぼいらないだろうと。はい、国の女神エースはですねこれエスポワールシティ3区で、まあさすがに芝の2400はまあないだろうと。でチェスナットコートはね昔ね、あの結構ね中央でもね、あの構想してたりはしてたんですよ。あのでもねここに入るとねさすがにちょっとね厳しいどころか無理だと思います。はい、でまあ、外国語はまあ今後ちょっとあの検証したいなと思いますけど、まあ、コンティニュアスはねあの日本のパカパカファーム生産馬で、ハーツクライ3区なんで、まあどこまで対応できるかは分かりませんが、血統的には東京2400は向かないことはないかなと思ってますね。ただねあの凱旋門賞、5着か、だったんで、まあそこからのね疲れが、抜けてるのかどうか、まあその辺もね、まあ、予想の一つかなと思うんで、はい、ジャパンカップ、まあそこそこメンバーの頭数は、登録はしてきてますが、まあ能力差がありすぎるなと、はい、思ってるのが個人的な見解です。はい、まあ、そんな感じで、第2戦を終えてですね、首位は僕やっとなんで、はい、まあこのまま突っ張り知りたいなと思って、まあ今回優勝してですね、いい2024年年明けをですね迎えたいなと思います。はい、まあそんな感じで、次回は多分一口馬主のお話かな、うん、なると思います。でその後が第3戦のジャパンカップですね。はい、まあそんな感じで、今後も、お楽しみにしていただければなと思います。ありがとうございました。